ファンへのトリビュートギフトは KP オープニングアイドルがプロモーション中に贈ることがよくあります。この行動はアイドルたちが受けているサポートに対する感謝の気持ちを示すために行われました。しかし最近 S イブンティーン II の受賞が批判を浴びている。このボーイズグループはファンに適切な贈り物をしていないと考えられている。水分ティーンのファンは商品が韓国の人気キムチブランドからプロモーション目的で無料で配布されたキムチ缶2缶だったことを見てがっかりしたと認めた。推しが自身のインスタグラムに大きな箱の写真を投稿したことで事態はさらにヒートアップしたと考えられている。キムチ大使、これはとても美味しいです。ジョンナは愛です。ジョンナ、ありがとう。というキョアプションが書かれたキムチの缶が入っていた。 S イブンティーンが与えた賞がすぐに他のアイドルと比較されるのも当然だろう。トレ KITEBUGSULSPND ソンミ NCT プラスは27TX キーなどの他のアイドルも温かい食べ物が入ったお弁当、甘いドーナツの箱、スナック、自家製ケーキなど様々なものをファンにプレゼントしています。多くのネチズンが S イブンティーンの受賞に疑問を抱いているのも不思議ではない。それはスポンサー商品ですか？自分のお金を使いたくないならせめてファンのために自分の手でおにぎりを作ってください。自分で作ったふりをすることもできますと、あるネットユーザーはコメントした。アルバムは500万枚以上売れたのに、ファンにキムチの缶詰を配っただけ。もし私が S イブンティーンのメンバーだったら、少なくとも自分でキムチを作ってファンと共有するだろうと別の人は語った。